はい、こんにちは、桑原聖太です。じゃあ前回の続きですね、地方キスの体育武道祭始まったとこからやっていきます。3年女子騎馬戦騎馬競争1位黒金乙女、馬術なら自信がある。馬も乗れるんですか。馬選手に報道陣の前でポーズを取る乙女さん、まああれですからね、あの子供の頃対馬レオ君を実際の馬にしてたからね。なんか立ちのはスーンとなんかスライドしてたけどな、ま、余裕よね。風邪ひいとってもか、無理すんな。大丈夫エリー。平気。実際アンカーで2人抜いたでしょ。1年女子借り物あれか、ヤシが走ってる。ハクネツ同じ軍団だから気合い入れろ。あの入れん時は何もしてなかったのに、無気力試合やったのにな。見に来てなかったらこの競技を目立つから絶対サボってるのに。私の紙には何て書いてあるんだ。もう程よく流せば上級生。レオ君あたりでいいんじゃない。無難に何を探しているの。あ、ヨッピーがおるか。誰か一人上級生を。よし、僕が行ってやる。せっかくだからトップ取ろうぜ。僕の走りについてこれるかな。あ、でも素直に連れてくんやな。 あんたは中学生だろうだかみたいな。3人が追い抜いて1位だぜ。ナイスガイドです。でもあれやな、上級生って簡単なあれやから、あのゴール近くの簡単な方のやつ取ったんやな。ってことは3人4脚いくぞ。そういえば思えたね、この3人か。普通に行きゃ勝てる。リラックスしていこう。今からは俺たちの活躍がねっとり丹念にいっぱい描かれるぜ。男子3人じゃもう泣かされるやろ。すっげえ始まりだ。そらそうでしょ、女子がメインのゲームなんだから。まあ、息は完全にやっとるからな。俺とレオだけで無敵なんだかな。それ減ってない。俺が入ったことで強さ減ってない。まあ、せめてプラマイゼロぐらいにしといてあげるよ。なんだなんだおい、あっちが騒がしいぞ。姫が倒れたか。普通に何、野球に出場する男子2人が3人が動いて、イガグリ何してんだよ。でその後わざわざ踏まれたってか。強めなきゃ済まないというのか。あ、じゃあ俺たちで行きます。お前行くの。おい、バカ野郎、いいとこ見せるチャンスだぜ。ここは山田くんあたりさ。うん、どうじゃねえな。俺たちで大丈夫かな。姫の風といい不安材料が多いな。私は余裕だって。別に男子の助っ人なんてぶっちゃけ誰でもいい。じゃあ山田くんでもいい。あと何だっけ、あの吉村さんやったっけ。何だっけ、あの犬の時にシャツ取った人。悪化しないか心配だ。もう覚えてねえな。吉村さんが男やったか女やったかも覚えてないし、吉村で後ったかどうかも覚えてねえし。突き抜けるような晴天だった。カラッとした暑さで野球日和だ。今日も頑張るぞ。特に野球は勝っちゃうもんね。野球やりてえな。必要以上に張り切るのが若者の仕事だろうが。張り切りすぎても良くないぞ。まあ、こっちもやる以上頑張るけど、体育武道祭2日目。対馬くん、おはよう。おはようございます。姫失礼。すっとおでこに手をやる。恥ずかしい以上に心配だった。うわ、熱かなりある。よかったわね。私としては昨日の夜完治させるつもりだったのに。もうあのに健康にいいご飯食べて、体にいいご飯食べて、風呂入って寝る、それだけよ。とりあえず熱を抑える薬ですが。僕は先生としては休ませるべきなんじゃないの。薬は嫌いなんです。漢方で。あー、だからこれはどっちも引かへん。あの姫への攻めてものあれか、情報か先生なりの。本当はもう無理やりにでも休ませたいところやけどっていう。苦っ。こうしてあげる。ひのり先生、こうして体育武道祭2日目が開催された。津島君、さっきの薬結構効いてるみたい。こんなすぐ効くもんなの。と競争1位になって姫がピースをしていった。本当だ、ピンピンしている。それらしいね、調合しましたから。先生が調合したの。それって大丈夫なんですか。薬事薬価法的な意味で大丈夫ですか。その顔何。スコアは今のところ4軍拮抗しているな。やはり次の野球がネックか。気合い入れるか。
またぼーっとしてきた。てか、イガグリたち悪いな、もう1日経ってもまだあかんの。リバウンドがひどいっていうか。じゃあもう一発飲んどきましょう。さすがに薬で抑えるのも限界です。また同じものを飲んでる。危険ですし。何ですか、なんかヤバいもん入っとんの。だからエリーは休んでていいって。うちらに任せとき。まあそれでなんとかするしかないんじゃない。大丈夫なってこのぐらい。それに A 組には負けられないでしょ。そうすると丸刈り君にやられるんか。君は味方を信頼するのも対象としての質だぜ、うん、そのセリフは結構響いてくるものがあるわね。なんかちょっと気持ちも弱ってきてる感じ。とうとう俺たちが任せておきな。次のプログラム、クラス対抗の野球を開始するぞ。さあもう始まるみたいだぜ。姫は休んでてね。まあ、いざとなったら代打ぐらいで。特別プログラムということで気合を入れてもらうため特別に景品を用意した。金か女と言うと。いや女子メインなんだからせめて男とのゲート権で。物欲軍団がこれを動かされる。くだらない。艦長の景品なんてどうせろくなもんじゃないでしょう。ドラゴンチケットじゃね。その景品とはわしが某国から直輸入した芸術品。これだ驚き。何ですか某国からって。あ何ですかこれ。会場がシーンと静まり返る。本当にろくなもんじゃなかったな。本当にろくなもんじゃなかった。むしろ俺としてはやる気が下がったんだ。いらんって邪魔やからって。食えないよね。置いとくにも邪魔やし持って帰るにも邪魔やし。だってお前はちょっと無理だな。何一体どんな景品だったの。トーテムポールだよ。笑っちゃうよね。姫？やっぱりピッチャーは私がやるわ。がぜんやる気出てきた。何お金持ちにだけはわかる。なんかすごい高価なものやった。なんとしても勝って。おうよ、 A 組のやつらの誇りとかいうものを粉々にしてやろうぜ。景品のあれを手に入れるのよ。こんなすごいもんな。エリー美的センスゼロだから。そういうことか。お金持ちにだけわかる。なんかすごい芸術品とかいうわけじゃないやな。じゃあそこ座ってキャッチャーやってみて。言われた通り座る。行くわよ。姫がざっと構える。やけん本格的なポーズだな。こっちに投げる。グオーン。放たれたのような号泣が俺に向かってきた。スパーン。うわすげえ。僕そこまで肩良くないよ。で手がしびれる。快速球だった。女の子の投げる球じゃねえな。150いってますかね。さあこれで安心したでしょ。さっさと行くわよ。150やったらもう一般人やったら取れへんか。さすがにそんな心配そうな顔しないの。130ぐらい。例えばね、大人になったら熱を出しても会議があれば指導者として会社に出なくちゃいけない時とかあると思うのよ。せめてリモートにしとけ。これはその訓練ってことで風に妨害されるような私の波動ではないわ。リモート会議でいいんですよ今の時代は。姫の体ももちろんだがそれ以上に俺の手だった。始まるようだな。お姫様は調子が悪いみたいですね。それがどう出るかだな。両チーム整列しろ。これより東軍ピッチャーを主やらんとあかんで西軍2の C の試合を始める。その試合って書き方やめてください。野球でこっちとそっちの女子の間で何か揉め事があったようだが、どちらにせよ勝たせてもらう。そう言ってお前いつも負けてるよな。ここずつ言うときにテンパるからな。まさかあんたが出てくるとはね。しょうがないじゃないですか。イガグリが怪我したんだから。この人はなるべく身を合わせない方がいいな。勝つのは私たちよ。あんたたちなんかに負けない。いいこぶってるおめえらに負けるかよ。品のない言い方ね。ツインテール引っこ抜いて鉢植えにしてやるぜ。どういうことですか。何よ、その髪飾りもぎ取ってクラッカーにしてあげる。おい、同レベルだぞ、この絵。間違いねえな。畜生、挑発に乗っちゃった。お前たち、これがスポーツの試合だと忘れるなよ。レイ！さ、どっちが高校よ。ほら、津島くんはキャッチャー、スバル君はセンター、フカヒレ君はサードね。レフトにしとこうぜ、仕方がないか。スバルの足を殺すのはもったいないし、フカヒレだと危なっかしい。かといって女子に姫の豪速球を取られヨッピーとかできるんじゃね。ここは俺が受け止めるしかねえか。衝撃に耐えられるだろうか。高校の C 組が守備に散っていく。センター方面は任せてくれ。ショートは僕がいるから完璧だね。やっぱお前倉本だっけ。
カニサワマエヒットとかしてくるんじゃないの。頑張ってセカンドを守るよ。ライト来たらすべてさばいたる。みんな頼もしい奴らだな。実際宇宙観は完璧な気がした。ラガさんは褐色のスポーティー娘、頭は空っぽだが運動は大の得意だからライトは問題ないだろう。逆に左方向がとてもまずそうだな。頭は外角に集中させてなるべく正面ないし右に飛ばせる方が有利と見た。レフトは誰も持ってるんですか。獅子をドシンと踏んだ。思考が大地がぐらりと揺れる。いちいちやることがオーバーなんだよな。だからマスコミも面白がるんだろうけど。一番として頑張るな。一番サードこの絵行くわよ。来い。一番は何として失礼が正道よね。地球でフォアボールでも迎えてるミキ。決めの第一球振りかぶって投げる。すごい球だった。しかもバッターもやけた。藤浪やめろ。バッターが思わず尻餅をつく。ボールはちょうどバッターの頭の上あたりの地を通過していた。あなたが審判ですか。初球だからミスっちゃった。面後面後面後ビビってる。相手ビビってるぜ。あ、これで腰を引かせてもうあれか、へにゅへのスイングしかせへんかけんか。2の C のラインがドット湧いた。しょ、まさか2の C に笑い物にされるなんて。それから顔面めがけて防護速球が飛んでくるもんで思わずバットでかばってしまって、はい、ピッチャーゴロ。やってくれたわね、島。私じゃありませんよ。はっ、どうだかね。なんていちいちこっちに絡んでくるんだよ。好きなことを。次で危険球だぞ、キリア。それはすっぽ抜けです。なるべく気をつけます。全然反省してねえな。じゃあバッタバッタと行きましょうか。バッタバッタとバッタ倒していきましょう。ズガドン。スリーアウト。チェンジ。なんだ、野球部でもかすりもしないじゃん。さすがにやるな。140キロ。ほんなりで、ほんなり出たらあれやで、津島くん普通取れへんで。それでいつまでも黙ってるほど甘い本職ではない。1,2,3 本全て三振で仕留めた姫。こっちは受け止める手がヒリヒリとする。これ続くかな俺。まだ決まってないの。先に決めるもんじゃないの。木星より先の火星までかっ飛ばしてやる。すでに打席に入ってるし、まあ1番でちょうどいいんじゃない。しかも反対の順番を勝手に変えてるよね。バカだから間違えてるだけっしょ。 西垣さんはサイドスロー。ハムラビ法典にちなんでお願い。目には目を、ボールにはボールを。嫌がってますよ。気が済まないのはわかるけど、私の仇と思ってお願い。このままじゃ土佐に来てしょうがないわ。プレイ。石崎さんがサイドスローでボールを投げる。その件はカニの顔面近くに飛んできた。さっきの返しというわけだ。やっほー。こうヘディングするか。カニはバットを縦に振り渡すかのような強引な打ち方で思いっきりボールを弾き返す。それライナーで顔面飛んできた球を石崎さんが気合でキャッチをした。そんな風に返せるん。やるじゃん、まあ、せいぜいあれやつもいいけど、しょうもないキャッチャーフライがやったんだけど。バットを投げてやりゃいいんちゃう。過激なゲームになりそうで嫌だ。浦賀さん2番か。サードへのゴロ。浦賀さんも足も速いか。サードこの辺の球さばきが正確でスピーディーだった。内野安打かと思えたがあえなくアウト。いい球投げやろ。リクエスト使いますか。どんまいどんまい。ボール球は振らないようにね。コントロールいいね。コーナーを丁寧についてたぞ。緩急タイプやな。3番立ちすがる。周囲がざわつく。さすが仲間だわる怖い男。いや、コントロールが良くたってな。1球目インハイのシュート。変化球投げるかい。そのものは遅いから打ちやすいぜ。変化球投げんな。ジャストミート。レフト方向に強靭なものが飛んでいく。これは3塁打か。いや、相手のレフトが一番かかれたから。レフトフライ。スリーアウトチェンジ。もうすでに外野ギリギリか。伊達の打者としての癖を把握し、レフト寄りに守備を固めている。また外野が目いっぱい下がっていた。もうそこまでやってんの。おそらくソフトか野球の授業の時に伊達のスコアを見て分析しているのだろう。勉強熱心なクラスの作戦らしいですね。ですね。石崎も丁寧なコントロール派だからな。これは投手戦か。2回表では4番村田。お前が4番かよ。打ってみせる。丸刈り君が4番じゃねえの。三振バッターアウト。あ、さっきなんかいたか。痛い。余裕ぶりやがって。いや、こっちも手痛いし必死なんだよね。あっという間に三振ドバ。
まあ、当てるかはできそうやよな。4番入るぐらいやし。一崎さん5番。姫が振りかぶる。そして投げる瞬間、ボールが手からポロッと落ちた。ここに来て風が影響してしまったのです。ボール玉がゆるりと飛んでいく。お、それをかっけー。効果ともに玉は青空へと飛びていく。センターのスバルをかけはやめていた。ホームラン。ど真ん中、嫉妬を見逃さなかったわけだね。一撃で。でも、まだ1点差、1点差。正義の鉄槌ね。よし、よくやったぞ。後でプリン食わせてやろう。ラーメンもな。プリンとラーメンは合わへんぞ。花火の時どんどんと打ち上がる。すっげえ回してるな、おい。そうさ。西崎は美しい写真を求め、野山を駆け回って探索しているから。そんなことしてんの？のんびりしてるだけじゃないんやな。あなたの鍛え方は波ではないぞ。1対0。やるじゃん。敵ながら見事。嫉妬を一撃で決められましたね。これはマウンドへ駆け寄った。今のすっぽ抜けだけど。ちょっと気を抜いちゃってね。これからは真面目にやるから。ひょっとして怒ってる？当たり前でしょうが。ホームランなんかぶちかまされて怒らない投手はいないわ。しかも自分の嫉妬だし。でもやられっぱなしじゃおかないわよ。もう二度と打たれないんだから。バットでも取り返してくださいね。自分の方で気合を入れる姫。これ帰るなんて言ったら怒られるな。分かった。じゃあ引き続き頑張って。ここで一気に畳みかけるのよ。が怒って姫の前にアセルと三振投げてくれた。何よそのひどいはしょり方。こっちも尺があんだよ。尺が2のシーン、まだ 2回裏だぞ。4番エリカ。さて一発ドカーンといきますか。体育委員会、私がホームラン打ったら用意しておいたバラのデラックス花火お願いね。そんなのあるんですか？そんなものまで用意していたのかよ。てかバラのデラックス花火なんですか？自分がホームランを打つという前提で作っているのがすごいというか呆れるというか。実際に打ったらすごいんだよな。さっきから。あ、なんだそりゃ。てめえら必死だな。いい口なし、ゴン野郎が頭にくるぜ。ノーアウトでランナー出してもらったんだからさ。負けられないのよ。策としては正しいけどせこいわね。いかにもポンプの考えそうなことだわ。無償でね、無償でノーアウトで同点のランナー出してくれるんですから、ここはありがたくもらっておきましょうよ。納得してない様子だった。さてそれじゃあ新内登場といくか。送りバントよろしく。てかお前5番なの？前進守備になった。みんなもっと前進して構わないわよ。どういう意味だ失礼なやつらめ。けろ、誇りをかけた一撃を。もうそうなったらバントしてもダメそうじゃない？キーン、キャッチャーフライだった。大した誇りだな。バットがいつも使うやつと違ったんだよ。青玉のが良かった。何その小学生みたいな言い方。次は私が。エンドラインよろしく。さらに次は俺だ。それなら先にどうぞ。いやもう決まってんじゃないの。レディーファーストで姫の即興してから手が痛いしと言っても、助っ人のとこが 8、9 では罰が悪い。6番佐藤。彼女も何気に運動神経いいぞ。気をつけろ。任しときんしゃい。7番が対馬くんだら。おバント、コン、送りバントだった。うまいとは言えないが、姫らしなら送るには十分だった。エリー走らせちゃってごめんね。問題なし。ツーアウト二塁で俺かよ。佐藤さんプレッシャーを与えて手が痛いのが問題よな。私は敵分だから応援できないが、ヤシは声援を飛ばしてあげないのか。冗談。さてどうしようかな。え、どっち。そらあれでしょう、あの2アウト2塁同点のランナーやったら、定石通りならそう内野安打じゃなくてさ、センター返しキン。おっと、セカンドの豚がライナーをジャンプキャッチする。だが球威に乗せられて球をこぼしてしまった。させるか。ツインテールヘッドスライディング。こぼした球が地面のところにしっかりキャッチ。アウト。あ、一発狙いが正解だったか。頭から飛び込んで取り上がった。あんたなんてルイに出さないんだから。それでに嫌われたよな、本当。それにしても打つと手に響くな。これから俺の打席はあんまり手を出さずに西崎さんの球の分析に専念しよう。姫の球を取るのに専念した方がいいからな。とりあえずファールで粘ってフォアボール狙い。1対0、白熱した投手戦が続く。